こんにちは。ヘレン・ケニンケと申します。このような場でスピーチをする機会をいただき光栄です本日はエコジャパン日本のエコビジネスをテーマに選びましたが皆さんも温暖化を感じていますでしょうか昨年私は東京の会社に勤めていましたが日本では昨年の夏に 記録的な猛暑が続いていました会社に遅刻しそうになってしまった私はスーツを着てよく駅に向かって必死に走ってましたが文字通り嫌というほど温暖化を肌で感じていましたもっともこれは温暖化のせいではなく私個人の怠慢が原因なのでしょうが。 さてちょうど私がこのスピーチを考えていた頃メキシコのカンクンで COP16 の会議が開かれそこで日本が京都議定書を延長しないという発言が話題になっていましたこの話題だけを耳にした諸外国の方はこれで日本が環境問題への対策を放棄したと捉えるのでしょうか もちろんそうではありませんし多分に外交問題も含め政治的な問題が絡んでいることだと思います。ここで政府の政策を,政策をお話しすることは私ごときにその是非のを運運する資格もありませんのでそこは偉い政治家の先生方にお任せして ここではあ,あくまで私が日本で経験したことを中心にお話ししたいと思います。私は2006年に仕事の関係で青森県菅原地方鰺ヶ沢という町に配属されました。ご想像の通り 青森には自然がたくさんありそこでさまざまな思い出深い経験をさせていただきました中でも白神山地で出会った白神自然学校という非営利団体の方々との経験が強く印象に残っていますご存知の方もいらっしゃると思いますが白神山地というのは 青森県と秋田県にまたがる産地ですその一部に手付かずのあブナの原生林が世界遺産として登録されていますその風光明媚の地に500種以上の植物そしてクマゲラという珍しい鳥など絶滅の危機に瀕している動物の生息地にもなっています 白神自然学校はエコツーリズムという取り組みで地元で林業に携わる方が講師となり白神山地を案内します。世代を問わず普段そのような環境に触れる機会がない人たちのために白神山地を楽しく体験してもらうことが目的です。 私はマタギと呼ばれる東北の漁師これは魚の漁ではなく狩りの方の漁なんですがそのマタギと呼ばれる漁師と一緒になんと5時間も森のハイキングツアーに参加しました5時間も森の中を歩きましたので筋肉痛になったのは言うまでもありませんが その筋肉痛が治ったあとにも森の鮮やかな緑に感動した思い出そして地元の講師が自分の地域に対する誇りがいかに強いかっていうことが強く印象に残っていますまた現地で収穫された野菜などで郷土料理を参加者に振る舞う 現地ののスタッフの作業にもお手伝いいさせてたただきました私は料理が少し苦手なのでそれだばマネジャーなどとちょっとダメ出しされてしまいましたがダメ出しされてしまいましたがその現地の方が自分の地域の文化を理解してほしいという思いが強く伝わりました。 毎年、白神山地のツアーに子どもたちが集団で参加します。そして、翌年にまたリピーター参加者が戻って、その参加リピーター参加者の数が多くなり、白神自然学校の会が東京で設立されるほどです。 地域ブランドの米や野菜などを作りそれを東京で販売する企画もありますこのようにとっても小さなふるさとビジネスですがプロフェッショナルに取り組むスタッフの努力により環境保護そして地域の活性化にも貢献しています、うん、最近青森までの新幹線も 開通しましたので日本に行く機会がありましたらぜひ白神山地を訪れてみてくださいちなみに私は仲介手数料を頂い,いておりませんのでご安心ください <laughs> では東京で働いていた頃の話に戻りますか私が東京で勤めていた会社の事業は環境とは無縁のものでしたが社内では 環境への取り組みが盛んでしたそれは鳩山元首相が2009年に温室効果ガスを25%削減しようという目標を支援するためのプロジェクトへの参加でした無駄な電気を極力消すようにしたり夏にはエアコンを28度に設定するなど 厳しししいい取り組みをしていましたそれで外国人スタッフの中には熱くて溶けそうな顔をしながら仕事をしている者も,もいました電気代節約という現実的な側面だけではなく企業の会社社会的責任という公益にもつながる。 と言えるかもしれませんもっともクールビズ細かいゴミの分別マイボトルの実産などこの環境への意識がもう現在では当たり前の生活習慣になっていますまた日本の企業が温暖化に取り組みエコ産業においても 最先端を走っていますエコ家電ハイブリッド自動車などが次々に開発され特許の出願数だけを見ても日本がヨーロッパの3倍を記録してた時もありましたコマーシャルにもエコ商品を購入する際にはエコ減税エコポイントがつきます というキャッチコピーが盛んに盛り込まれており消費者にとってもエコは身近な存在として定着していますこのように地域の産業のレベルそして日常のビジネスのレベルで見ますと日本のビジネス業界にはエコに関する意識がしっかり根付いている ということは確かだと思います日本とビジネスをする上で環境を意識しながら情報交換を通じて有意義なビジネス交流を大いに期待したいと思いますご清聴ありがとうございました